listening to Shibuya Cross FM。月曜夜7時を回りました。カラフルスタイルクロス、今週もお送りしてまいります。今週の番組パーソナリティはシンポンと、はい、ゲイの息子 FTM の弟を持つリムセメイルでございます。よろしくお願いいたします。ということでね、はい、月1回の登板ではあるんだけど、なんかね、他のね MC のね子たちとの兼ね合いとかをしてると、はい、結構こういうね、なんか一周空いてまた私たちが登板するみたいな機会が多かったりするんですけど、2週ぶりの登場でございますが、今週もよろしくお願いいたします。ということで、今日が2月7日、1週間後がバレンタインデーですけど、リムセさんはどなたかにチョコレートを渡す予定とかあったりとかするんですか？とりあえずばらまいてみて。あ、ばらまくの？ばらまいてみて、うん、結果どうなるかな誰か一人でも釣れるかなくらい、釣れるかなぐらいなそっかそっか。自分はね、なんかね、共通の知り合いで何度かゲストにも出てくださってるユウスケさんっていう、ね、はいはい、知り合いがいるんですけど、準レギュラーの方ですかね。準レギュラーの方ですかね。あ、そうですね、準レギュラーもう準レギュラーと呼んでいる勝手にもうこういう本人がいないところでも喋ってるんですけど、たまにゆうすけさんが中野坂上でイベントをすることがあって、はいはい、でその中野坂上で最近ちょっと気になるショコラティエのお店があって、なんかちょっとバレンタイン前に、まあ、自分はバレンタインは完全にお仕事というか、うんうんうん、クライアントさん向けに何かチョコレートとか渡せたらいいかなと思っていて、ね、なんかちょっとそこのチョコレート買ってで見たいなっていうのをちょっとおぼろげながら思ってたりはしたりします。まあ、ショコラティエのチョコレートは違いますから ね、絶対違うもんね、うん、まあ、その分、まあ、お値段もね、そう、まあ、そう、一粒いくらですから、そう、ね、6粒ぐらいなんだけど2000いくらとかになってて、うん、どうしようって思っちゃうんだけどなかなかね手が出しにくい値段だったりとか普段はするんですけど、うん、まあちょっとこのタイミングなので奮発してみようかななんてことを考えたりとかしてたりします。ということで、はい、この番組は LGBTQ×〇〇をテーマに、セクシャリティや業界のジャンルにとらわれない多様なゲストをお迎えしてトークライブをお届けする番組になっております。人の数だけ存在する生き方や幸せの形、個性豊かなゲストのライフスタイルを通して未来をより明るく、明日がもっと楽しくなるスパイスをお届けします。 LGBTQ とはレズビアンやゲイといった同性愛者、男女どちらも愛せるバイセクシュアル、生まれた時に割り当てられた性別とは異なる性で生活することを望むトランスジェンダーなど、さまざまな性のあり方を持つ人たちの頭文字を取った総称です。この番組では随時メッセージ募集していますので、感想ご要望などお送りいただけたらと思います。メッセージの送り先は info@shibuyacrossfm.jp までお願いいたします。はい、ということで、今週の番組スケジュールですけれども、はい、いつもながら、レギュラーコーナーの今週の気になるトピック、はい、このコーナーでは、うちらの会では映画紹介をさせていただきます。そしてゲストコーナーのクロスフレンズです。こちらのコーナーでは個性豊かなゲストさんをお迎えしてトークライブをお届けしますが、本日は、オバビアンチャンネルっていうね、YouTube チャンネルをされている、アバユーさんとパクちゃんを、ゲストにお迎えをしております。後ほどいろいろお話伺っていきたいと思います。はい、LGBTQ って何？自分には関係ないという方にも聞いていただけると、より素敵な人間関係の構築に役立つと思うので、ぜひ聞いてもらえると嬉しいです。カラフルスタイルクロスはこの後19時50分までの生放送です。この番組はライフネット生命の提供でお送りします。ここでライフネット生命よりご案内です。あなたに万が一のことがあったとき、現在の国の制度では同性パートナーの保障は不十分な場合があります。
日本では同性パートナーの法的な婚姻関係はまだ認められていません。同性カップルを結婚に相当する関係として認め、同性パートナーシップ証明書を発行する自治体も増えてはいますが、同性パートナーは財産相続をはじめ様々な場面で制約を感じることも少なくありません。そこで万が一の時に残されるパートナーのために生命保険に備えておくと安心です。ライフネット生命では2015年11月4日から同居期間など一定の条件のもと、同性パートナーを死亡保険の受け取り人にしていただくことが可能となりました。同性パートナーの方を死亡保険金の受け取り人に指定する場合、本人確認書類などもお手続きに必要な書類に加えて、同居の事実を確認するための住民票、当社所定のパートナー関係を確認する書面のご提出が必要となります。これからの人生を共に過ごしたい、心からそう思えるパートナーを得て2人で新たなステージへと歩み始めたとき、気になるのがもしもの時のこと。詳しくはライフネットスペースレインボーで検索してみてください。お送りした曲はアンダープレイヤーでクロスオーバーでした。午後7時からお送りしていますカラフルスタイルクロス、渋谷シダックス1階のスタジオより19時50分まで生放送でお届けいたします。ということで次は今週の気になるトピックのコーナーです。今週、映画の紹介で、ご案内するのはご紹介するのはですね、2015年制作の映画で、もうちょっと前の映画にはなるんですけど、リリーのすべてっていう映画をご紹介したいと思います。主演がですね、エディ・レッドメインですよね。例えばファンタスティック・ビーストのシリーズとかで主演とか張られてる、俳優さんですけれども、このリリーのすべてっていうのは世界で初めて、性転換の手術をした人物、リリー・エルベっていう人を題材とした、小説をもとに描かれている映画にはなってきます。ただ実在の人物ではあるんだけれども、映画自体は結構脚色がされている形になるので、ちょっと実話っていうほどの感じだとちょっとこういろいろな時系列的な話とかが、変わってくるっていうところなので、実在の人物を使った、若干フィクション混じりの、お話だと思ってもらえるといいかなと思うんですけど、画家をしている主人公が、結果もう奥さんもいらっしゃる状態なんだけれども、あの自分のその性別違和に気づいて、女性として生きていこうとするところを、この夫婦の関係性であったりとか、あとはもう本当に世界初 の、 その性別的誤手術を受けた方なので、その性別的誤手術を受けるにあたってっていうところ の、働きかけというか、それを手術を受け負ってくれるお医者様との出会いとかも含めてっていうところが描かれている映画になります。
でちょうどこの時が、うん、あのエディ・レッドメインこの作品で、うん、あのアカデミー賞の主演男優賞の最優秀は取れなかった、その時取れなかったの、ノミネートされてて、そうなんですね、ただその前年に、はい、別の映画で最優秀主演男優賞を取って、はい、た時の翌年もノミネートをされたっていう状態の時だったので、ね、もう本当に演技派として開花していくタイミングの中で、この作品とを受け負ったっていう感じだったりはします、まあ、ちょっとね、当事者ではないっていうところで批判的な声もあったりとかはしたんだけれども、でももともとこの作品って一番最初、うん、ニコール・キッドマンが脚本に興味を持って映画化進めようとしてたんだけど頓挫して、うん、ね、いろんな女優さんが他にもその後も名前が出てきたんだけれども、うん、名前が上がっては消え、上がっては消えっていうような状態で、最終的にこのエディ・レッドメインが務めたっていう形にはなってるんだけど、まあ、そのエディ・レッドメインが主演を務めたことで、うん、注目を集めた作品でもあるので、うん、まあ、そういう、なんだろう、上昇基準に乗ってる時に、うん、主演作品として、出て、まあ、このストレートな男性が、うん、そのトランスジェンダーの役を演じるっていうようなところで、うん、まあ、ご本人にとってはきっとね、チャレンジングな部分もあるんでしょうけれど、うん、まあ、そういったようなね、いろいろな声もある中で、ただ他の女優さんが多分そのトランスジェンダーの女性の役を演じるっていうよりかは、うん、男性のこういう俳優さんが演じた方が、ね、うん、逆にやっぱりその、ね、性別適合で女性に変わるっていうことを考えると、うん、なんかそういう意味ではリアリティがあるのかなっていうような感じもします。なのでもしね、ご興味持ってくださった方がいらっしゃれば、うん、まあ、もうね、2015年の映画だからもう7年ぐらい前の映画ではありますけど、うん、もし興味があったら、ご覧になってみてください。まあ、今回、ね、紹介している、うん、ページは U-NEXT の動画配信サービス、うん、U-NEXT の作品紹介のページですけれども、多分他のね、うん、動画配信サービスでも見れる作品ではないかなとは思いますので、リリーのすべて検索してチェックされてみてください、はい、ということで今回は2015年制作の映画リリーのすべてについてご紹介をしてみました、はい、それではここで1曲お送りしたいと思います。次の曲はトモネで LGBTI その壁を越えて。
お送りした曲はトモネで LGBTI その壁を越えてでした。午後7時からお送りしていますカラフルスタイルクロス、渋谷シダックス1階のスタジオより19時50分まで生放送でお届けいたします。それでは次はゲストコーナーのクロスフレンズです。本日はオバディアンチャンネルからアバユさんとパクちゃんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ということでお二人は、はい、オバディアンチャンネルっていう YouTube チャンネル、まあ、YouTuber さんっていうところですよね。はい、はい、よろしくお願いします。実際今画面に、出していただきましたけれども、このチャンネルは、どんな動画を配信しているチャンネルになるんですか？決まってないんですよね。最初のね、目的としては、うん、おばさんも楽しいよっていうことをみんなに分かってもらおうということで、うん、とか自分たちのね、うん、LGBTQ への思いとか、うんうん、そういうのを伝えていこうっていう目的で始めたんですけど、最初は、うん、初めはね本当に真面目だったね最初は自分たちのなんかやりたいことが出てきちゃって、うん、阿佐ヶ谷姉妹さんのモノマネをしたりとか確かになんか受けたいっていうところで欲がありまして笑ってほしいなっていうのがあって、うん、結構そういう企画をしてたまに真面目な話を挟んではいるんですけども、はい、うん、大体6人の日常の会話っていうところがメインになっていて、うんうん、ちょこちょこ企画ものが入っていて、はい、うん、まあ、日常ですね、 Vlog みたいな、あ、なるほど、はい、そういう形のチャンネルになってるんですね、はい、うん、ね、ちなみに、まあね、さっき、はい、きっかけとしてはそういったような思いがあってっていう形 で、はい、お伺いしたんですけど、実際今回このオバビアンチャンネルさんっていうのは、はい、メンバー6名さんいらっしゃるんですよね、はい、その6名さんっていうのはどういうつながりで集まったメンバーなんですか？飲み友達です。あ、飲み友達、はい、それだけですなので6名は集まるといつも飲んでますね、うん、はい、なるほど。あとも趣味友達というか、うん、そうですね、一緒にスノーボー行ったり、うん、こうキャンプ行ったりとか、うん、で一緒に過ごす時間がよくあったんですよね、うん、それでもともと海外旅行行ったりね、うん、そうですね、でノリでなんか飲みながら、うん、YouTube なんか最近流行ってるみたいなんだけど、私たちやってみるみたいな感じで始まっただけです。なんでその場の飲み会メンバーなんですね。なるほど、そうなんですね。あ、そうだね、アバユーさんとパクちゃんという形でご紹介はしましたけれども、はいはいはい、ご本人から自己紹介していただいてもいいですか？すいません、ちょっと遅くなっちゃいましたけど、自己紹介ってどういうこと言えばいいんだろう。個人の、はい、ね、新宿2丁目で、お店を経営している、43歳年齢も年齢も年齢も言っちゃうの、はい、おばさんレズビアンっていう、うん、チャンネルなんで、あ、なるほど、はい、そこも含めて、はい、43歳アバユーです。アバユーさんです。はい、はい、私はパクと申します。韓国生まれ韓国育ちの韓国人で、20歳ぐらいから、日本に来ていて、今は日本でサラリーマンをやっています。会社でも普通に完全に仮面業としていまして、うん、そうですね、日本でレズビアンとして生活しております。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ね、そしたらまあ、ね、さっきも、まあね、はい、きっかけとしたその、うん、ね、まあ、年齢を重ねた、はい、レズビアンの、として過ごすのも楽しいよっていうことをね、伝えられたらっていう話でおっしゃられてましたけど、うん、はい、なんかそこをなんだろう、発信していきたいなっていうふうに感じたっていうのは、うんうん、何かその、うん、普段過ごしてて、うんうん、なんかその、うんうん、ありました、年齢重ねていくことでの、はい、なんか不安だったりとか、うん、なんかちょっとモヤモヤだったりっていうのはあったりしたんです、はい、レズビアンとして生きていくのには、うん、まあ、結構年齢を重ねて、うん、ずっと一人でいるとか、ずっと稼いでいかなくちゃいけないとか、まあ、いろんなことが不安だったりとか、うんうん、はい、うん、あとこう女の子というか女の人なので、うん、老けていく姿を想像したりするのが30歳ぐらいから結構嫌で、でも実際40歳になった時に何も変わらないなと思ったので、でそういうことがあって、みんなその意見があったんだよね、うんうん、そうですね、うん、話してて、うんうん、結構レズビアンとしていると、うん、
結構30過ぎてからは周りの人は、うん、友達はどんどん結婚をしたり、うん、子供ができたりとか、うん、そういうライフスタイルの変化が起きるんですけれども、うん、でもレズビアンであってそういう法的な結婚とかそういう一般的な家庭、うん、いわゆる一般的な家庭を、うん、作るわけではないから、うん、どのような将来があるんだろうっていうところをどこも誰も話してないんじゃないかなということで、うん、でもまさに私たちがその道を歩いている最中であるから、うん、結構楽しいよっていうところをまず、うん、世の中に、うん、発信しようっていう、自分たちもね不安なことを経験したから、うん、それをもっと発信していけたらいいなって思いました。でもあんまり君にもふざけすぎてこういう風になりたくないなって思ってたらどうしようでもね、ちょっと控え室でもお話ししてたんだけど、あばゆさんに、はい、うちのインスタグラム個人でやってるインスタグラムでつながってくださってる方が、うん、普段オーバビアンチャンネルをご覧になってて、呼んでくれて嬉しいですっていうメッセージをいただいた方がいたんですよ、うん、嬉しい、ありがとうございます嬉しい ね, ね、結構おばさんたち頑張ってるって伝わってるおばさんたちは若いね、私一応若い方ではあります若い方なんですよ、6人の中でアラフォーではあるので若いのよ、はい、そっか、じゃあ年齢がすごい近い者同士っていうだけじゃなくて、はい、ちょっと離れてもいい、5歳から43までですね。あ、うん、なるほど、うん、で、ちょっと年が変わったらみんなプラス1ずつ、うん、そうだね、さらにね、ね、ちょうどそのオバビアンチャンネルが、はい、開設されたのが2020年の2月24日だってことで、さっきウェブの方で確認したんですけど、そろそろ開設2周年っていうところです ね, ですね、おめでとうございます、ありがとうございますなんかこう特別な企画とかを考えたりとかは、はい、ね、ないんですか？ないです、そうですね、こんな中あんまり頑張りすぎてないようなどのぐらいの頻度で今は動画アップロードされてるんですか？動画アップは週2回ですね、週2回、はい、水曜日と金曜日、うん、そこはやっぱり決まった時間にされてらっしゃるんですね、はい、まあ、そこだけはちょっと YouTuber っぽく、うん、ちゃんと定期的なアップデートは必要かなと思って、ね、確かにね、キリ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 やってます、そうね、はい、やっぱり定期的にやらないとね、うん、視聴習慣ってなかなかつかないですもんね、うん、そうか、週に2回上げてらっしゃるんですね、はい、うん、YouTube のライブ配信とかもやられたりはするんですか？やってます、はい、楽しそうですよね、でもね、6人集まって、はい、6人でライブ配信してると、うん、終わる時にはベロベロなんですよ、もうお酒飲みながらだから頼まれてもいないのに、延長するっていう勝手に飲み続けるっていう、今日は1時間です、何時から何時ですって言ってるのに、うん、勝手に延長して楽しいからもうちょっとやっちゃおうかみたいな自動延長、はい、すごい面白そうただ飲んべるねいつも動画を撮る時も、はい、飲みながら撮るんですよね、うんうんうん、で一番最初の頃は結構酔っ払いすぎて、うん、もう会話のテーマもさえ失ってるみたいな動画が仕上がってるとかしまして、ね、最近は少し段取りはつけてます、はい、ちょっと YouTuber っぽくなった ね, ねそうなんですね、 誰がその6人のメンバーを仕切ってるとかってあったりするんですか？特にいないんですよ、もうじゃあもう完全なフリーダムな感じで、完全に自由、うん、自由、ちょっとした担当はありますけどね、うん、でもそれ以外は本当に誰か引っ張るとかそういうのもなくて、うん、みんなで話し合って決めていくということで、なんか意外とみんななんか、うん、いいよしか言わないようなタイプなんで、みんなが、うん、やらせるよってね、うん、結構恥ずかしいこともやろうって普通にやるので、全身タイプとかも別にいいよ、うん、そうそういきなりこれからバラエティー的な、うん、そう、集まった時にこれから全身タイプどうっていうことに対して急な振り方をするんですけれども、うん、でもみんないいよって、うん、いいよって感じで、うん、そうだ、編集は誰かが担当するみたいな形で決まってます、はい、編集は一番パクちゃんが、あ、はい、私とでも私一人ではちょっとできないので、うん、メンバーでちょっと少しずつやってもらったりとか、うん、そういう感じで回してますね、はい、でもパクちゃんがメインで一応やってて、他のメンバーが、はい、
フォローで入るみたいな感じ、はいはい、そうですね、うん、でこう 最初はあの私がほとんどだったんですけれども、はい、今は皆さんみんなあの少しずつできるようになってもう今協力し合ってやってます、はい、ね、うん、最初携帯一つでやったからね、うん、ああそうか、スマホだけで、成長したね、撮るのも iPhone、主人公も iPhone、ね、全部 iPhone でやってました今ちゃんと一眼で撮ったりとかマイクも買ってみたりとかちょっと少しずつ物を増やしてます。そこの辺が YouTuber っぽいですよ、はいはい、ありがとうございます。ちなみに YouTube チャンネルやってて良かったこととかっていうのは何かあった、メリットとか良かったこととかっていうのはあったりします？これははっきり言うと一番のメリットは、うん、お店にお客さんがたくさん来てくれたリアル、これは、ね、大事リアルに目に見えて分かることなんで、そうですね、確かに、ね、そうです、最近入れない、最近というか、うん、今コロナになって今、うん、ちょっと休業中なんですけれども、うん、オープンするともう入れないよねっていうのは本当に、うん、まあ本当にうん、嬉しいです。じゃあ私の方から少し真面目な結構私たち2丁目で、うん、よく飲んだりとかしていて、うんうん、その友達で目に見える友達がいたんですけれども、うんうん、結構2丁目に来られないような地方にいる方々とかからもメッセージをもらったりとかして、しかも私たちオーバービアにより、より上の先輩たちからもメッセージをもらったりして、はい、結構なんか、うんうん、みんな頑張っていてちゃんとつながり始めてるみたいなことをちょっと感じ取ったりとかするんですよね、うんうんうん、多分私もそれが言いたかったそれが言いたかった本当なんですけど、お店に来てくださった子がお話しして、うん、こう泣いちゃったりとか、その、うん、これからどうしていったらいいと思いますか、うんうん、みたいなのでこう泣いちゃったりとか、それを相談しようと思ってこのきっかけは、うん、多分 YouTube を見て相談しに行こうと思ってくれたと思うので、なるほど、うん、それでこう直に会ってこう相談とか聞けて、うん、そういうのはすごい嬉しいなと思います、うん、あ、そっか、じゃあお店に行って、うん、まあ、人生相談みたいなのを聞き役になることもあるっていう感じなんですね、うん、嬉しいなってそういうのは思うよ ね、結構 YouTube を見てくださってから、うん、それがきっかけになって2丁目に初めて来るようなお客さんも結構いらっしゃるから、うんうん、あ、そうなんですね、すごい多いです、うん、そういうのも意外と良かったのっていうの一つだなと思う、うんうん、そうだね、ね、まあ、でも確かになんかこう、うん、新宿2丁目っていうエリアでも、はい、ビアンさんのお店ってやっぱり限られてる感じだったりもするじゃないですか、うんうん、だからなんだろう、ちゃんと知ってる人はというか、情報がちゃんと回ってればお店があるっていうことも知ってるんだろうけど、まあね、どこにお店があるのかっていうことわからない人も、初心者の方とかね、目覚めたばかりの方とかだとね、ね、ドアを叩く勇気につながればいいなとは、うん、で YouTube でこういう人が中にいるっていうことが分かるからなんかね、思いのほうが軽くなるよねあと結構お店に来て一人で来るお客さんとかも結構いらっしゃったりとかするんですけど、どういう話をすればいいか分からない時に、うん、オーバービアンチャンネル見てますだけでもちょっと盛り上がったりとかして、ね、結構話のネタにもなって、うんうん、結構場が盛り上がりやすくなったなと思います。だからなんか店の人みたいなんだけど、ね、お客さんとして感じた。ヘルプで入ってるんですか？たまに飲みに行って気づいたらヘルプっていうこともありますけど中入ってそこで彼女と出会ったりとか、ね、そうだよ、あ、そうだ、アバのお店で、うん、今の彼女と出会ったので、すごい素敵、いい話、出会いにも出会いにもつながっていい話が聞けた、うんはい、ということでね、ちょっとこの後もいろいろなお話を伺っていきたいと思うんですけども、一曲挟みたいと思います、次の曲はアンダープレイヤーでだから一緒に。
毎日から抜け出したくて、自分なりに何とかやってきたけど、思い通りにいかないこととかもあって、悔しかった、あの頃が切ない。諦めず走る俺らもう一回、必要だからじゃなくて大切だから、いつもやりたい放題やるよ、じゃダメダメそれじゃない、そば向いて見守ってくれてたんだね、素直じゃないとしたのに楽しめないみんなよ、自分らしく言いたい、ずっとずっと一緒にいて、逃げない君の優しさ、かけがえのない、たどり着いてよ、その全てが今の自分だから、忘れないで二人で会えたことを、あの頃とは。お送りした曲はアンダープレイヤーでだから一緒にでした。午後7時からお送りしていますカラフルスタイルクロス、渋谷市立1階のスタジオより19時50分まで生放送でお届けしております。本日はオバビアンチャンネルのアバユーさんとパクちゃんにお越しいただいてお話を伺っています。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、さっきまでね、オバビアンチャンネルのお話いろいろと聞いてはいたんですけど、もうちょっとねプライベートなお話というかね、聞いていこうかなと思うんですが、お二人はちなみに、はい、ちっちゃい頃っていうのはどんなお子さんだったりしたんですか？小さい頃は、うん、私は今とは違うんですよね。今とは違う今とは違う、何が？おとなしくて、はい、毎日本を読んでる、本を読書をして、うん、外では遊ばないみたいな、もうインドアで、はい、うん、読書好き、いつも勉強ばかりしているみたいな、なるほど、そういう、うん、真面目な子供でした。もういつから作り話かなと思うような作り話かと思ってた。どこがみたいな。いつからこうなったか分かんないんですけど、本当に勉強大好きっていう。ああ、そうなんですね。はい、子供でした。うん、ああ、なるほど。本は今もお好きではあるって感じ。はい、好きです。あ、そうなんですね。パクちゃんはどんなお子さんだったんです？うん、私すごいもうやんちゃで、うん、もう外でずっとボールで遊ぶような男の。の間でですね、女の子一人でもつだって、そこでサッカーしたり、はいはい、野球したりみたいな、うん、そういう子でしたね。男の子に混じって、うん、遊んでる、はい、女の子の遊びはほぼしなかったです、うん、あ、そうなんだ、うんうん、韓国のちっちゃお子さんたちってどんな遊びをするんですか？はい、それこそ本当にサッカーが多かったりとか、うん、ボールで遊ぶっていうのが結構多いかな。球技、ね、球技する。そうですね、うん、私サッカーボールが欲しいのに、うん、ご両親からは人魚とかぬいぐるみとか、うん、そういうの買ってもらって、女の子らしいもの、ね、いらないみたいな感じで泣いたりとかでも生粋だね、それはもう ね、うん、ね結構そういう子多いよね。多い、多い、多いですね、やっぱレズビアになる子はね、うんうんうん、そっかそっか、お人形遊びをしてこなかった、ここまでね、うん、多いですね、周りの話を聞くと、うん、どうなんです、なんか一昔前とかだと、はい、なんかね、ボイたちとみたいな、ね、なんかね、役割というか、はい、なんかこうはっきりしてて、はい、カップリングって結構多かった気がするけど、うん、もうここ最近はなんかそんな感じじゃないじゃないですか。そうですね、うん、リバーうん、リバティ、リバーシバーだっけ、リバティだっけ、リバーかな、うん、リバー、うん、リバーの子が多いですよね。で、やっぱりそういう昔はその男っぽい人と女の子っぽい人が付き合うみたいな感じだったと思うんですけど、今はそうでもなく、うんうん、なんか、まあ、とはもちろんそういうカップル今でもいますが、みんなそうではないですよね、うん、むしろ少ないんじゃないかなと、うんうん、ね、パッと見た感じ、うん、女の子女の子してる同士のカップリングの、ね、うんうんうん、子たちとかもよく見かけますもんね、うんうんうん、なんか似てきますね、やっぱり。あ、そっか、ね、みんな似てくるよ ね、 ねあとお洋服がさ、かぶってくるのとさ、うん、食べ物が一緒だからかな、同じ体型になって同じだよねまあでも体型近ければね、うん、
あの可視化にもできる、うん、そうですよね、そういうのが似てくるんだって、メイクとかも似てくるんだろうね、うん、なんとなく、うん、なるほどね、うん、お二人ってご自身のセクシャリティに気がつかれたというか、はい、自覚、うん、辞任されたのはいつぐらいだったんですか、うん、私ははっきり気づいたのは、うん、遅いんですよ、28、あ、そうなんですね、はい、男性と、うん、あの離婚した後にはっきり気づいたんですけど、うん、はい、でも子供の頃から気になってたとか、うん、その好きな先輩がいたとか、うん、はい、でもなんかそれが女の人が好きっていうところまで至らなくって、うん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 、なんでこんな気になるんだろう、なんか頭おかしいのかなとか思ってて、あ、うんうん、まあ、分からないまま大人になって結婚してっていう感じで、うん、あ、そうでも28歳になった時に、うん、あの新しいことをしようと思って、うん、なるほど、2丁目に行ってちゃんと自覚しました2丁目きっかけ、2丁目きっかけです、しっくりきたと、しっくりきました、もうこれだと思って、こ、私の居場所ここだここだと思いました、あ、やっぱりなとは思いましたけど、そか、はっきりとやっぱり気づかれなかったですね、あ、なるほど、まあね、まあ、でもそれでも若い頃にも、はい、うん、女性に興味が惹かれるってことはすごいあって、もう先輩のストーカーしたりとか、うん、ストーカーしたの家の前で待ってたりとか、あ、かなり重いよ重いよね、重いよね、重いよね、中学生の時家の前で待ってたりとか絶対重いよね待ち伏せ、なんでこんな好きなんだろうとかもパクちゃんはどんな感じですか、はい、私はもう結構もう 初恋も女の子だったし、うん、結構最初から女の子だったんですけども、うん、でもそのレズビアンっていう定義っていうのはなんかちょっと時間がかかりまして、うんうんうん、ただの自然と女の子がずっと好きだったんですけど、うん、でもちょっとなんで私は女の子しか好きにならないのかなっていうちょっと迷い時期があって、一回ちょっと彼氏を作ってみたりとかもうちょっと時期はあったんですよね、でそれからやっぱり全然違うなと思って、うん、それからもう20歳ぐらいになってからはもう迷いもなくまっすぐ女の子に向き合ってきましたね、うん、そうなんですね、そっかそっか、ちなみにさっきね、パクちゃんはあの、はい、ご勤務先でもカミングアウトされてるって話ありましたけれども、はいはい、周りの方へのカミングアウトっていうのはお二人ともされてらっしゃるんです、はい、私はもう両親も兄弟も息子も友達も、うんうん、もうすべてにカミングアウトしてます、はい、いつぐらいにカミングアウトされました、すごく16歳の時なので、うん、今から7年前に息子に初めて言いました、あ、はい、あ、一番最初息子さんが8年前か、8年前よね、ただ、はい、あ、一番最初は誰に言ったんだ、友達、友達が、まあやっぱり一番、ね、両親は一番最後ですねそうですよね、言いにくいですもんね、両親は一番最後に言いました、ね、はい、パクちゃんはその会社でカミングアウトすることになったっていう経緯はどんな感じだったんですか、はい、そうです、最初からあの会社で話をしたわけではなくて、うんうん、あの転職をきっかけに新しい会社で仕事始めたタイミングで行ったんですよね、あ、そうなんですね、そのまでにはちょっと仲のいいと検定した人たちにしか言わなくて、うんうんうん、でもなんかやりづらくてどうしても、うん、あのなんかプライベートとあのお仕事っていうのは分けるっていうふうによく言いますけれども、はい、うんうん、でも結局人間関係っていうのが仕事上発生するので、うんうんうん、みんな自分の家族のこととか話すのになんで私は言わなきゃいけないのってちょっと思ったりとか、聞かれた時の反応もちょっと難しかったりとかして、うんうんうん、もう全部行っちゃおうということで転職のタイミングで新しい会社で話をして、うん、で今ちょうど最近転職もう一回したんですけれども、でその会社の自己紹介今ちょっとコロナで在宅勤務中なので、はい、そのズーム会議でしか会話をしないんですよね、うん、新しい会社の人たちと、うん、そこでちゃんとあのパワポで自己紹介のスライドを作って皆さんに話をするんですけれども、最後にちゃんと LGBTQ のレズビアンの当事者で彼女がいますってもう書いてもう回してます、おーすごい、すごい、で見てる側もあ、いきなりカミングアウトですねって言われたりとか初めましてレズですみたいなそういうことだよね、はじめましてね、でもいいと思う、そういう方がね、うんうん、
まあでも最初から言ってしまった方がなんかお互いに、ね、そうですね、うん、気兼ねなくお話できるっていうところありますよね、うん、絶対にね、うん、だその普通の他の同僚も、うん、あのその自己紹介のスライドなんかに、うん、もう奥さんがいてもう子供が何歳でって普通に書いてるんですよね。でそれと同じ感覚で私は書いてるつもりでいるんですけど、うんうんうん、結構みんなそこにはなかなか触れないみたいな書いてはあるけど私がもう自ら言う最後に書いている通りみたいな触れてこないから私がガンガン伝えますみたいな、うんはい、そうなんですね。分かりました。そっか、特になんかカミングアウトをした時に、うん、なんか特別なエピソードみたいなのっていうのはこれまであったりしました？私は、息子にカミングアウトした時に、うん、あのすごく絆が強まったあ、うん、という息子さんそのまますぐ、はい、すぐ受け入れて受け止めてまだ16歳だったので、一回こう黙ったんですけど、でもあの人の人生はいろいろだから、うん、あの俺は応援するよっていいんじゃないって言ってくれて、うん、大人な発言懸命でそれから、うん、あのまあ親子というよりはちょっとなんか親友みたいな感じ、うんうんうん、絆が深まって何でも話せるようになりました。いいですね本当にね、うん、何でも話しすぎじゃないかなと思うぐらい何でも話すもんね話しすぎね超オープンうもういいからって我が家みたいなもういいからとか言われますここはここでね逆に ね、うんねうん、息子さんがゲイなので、はいはいで息子の彼氏も同居中えお3人ですか3人ですごい今日はもうつまみを作って待ってろとあつまみじゃあ今日は一緒にそこに帰ればいいですかね美味しいつまみがあるわよ、ね、晩酌できる、ね、晩酌できるねすごい ね、うん、楽しいいいですね、ね、いいですよね、うんうんはい、ということでまたちょっとここでじゃあ1曲、はい挟んでいきたいと思います、次の曲はアンダープレイヤーでレッドダイヤモンド。お送りした曲はアンダープレイヤーでレッドダイヤモンドでした。午後7時からお送りしていますカラフルスタイルクロス渋谷市ダックス1階のスタジオより19時50分まで生放送でお届けしております。ということで今日はオバビアンチャンネルのアバユーさんとパクちゃんにお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでじゃあねこれからの活動のね、はいオバビアンチャンネル YouTuber さんとしての活動も含めて、はい、あのこれからどんな活動をしていきたいかとかやりたいこととかっていうのは何かあったりとかするんです？
ダーツの旅というのを企画していて、うん、はい、まだ一県の兵庫しか行けてないんですけど、うん、それ結構ダーツでも当たってる県があるので、全国各地に行って、うん、たくさんの方と知り合って絆を深めたいなっていうのが、うん、今の、ね、うん、私たちの考えの中にあります、うん、ダーツの旅完璧パクリなんですけどねテレビのそうですよねダーツもないから、ね、ガムテープで手作りでベタってやで今3月あの仙台を予定しています、うん、宮城県が、はい、もう決まってるのがあるんですね、はい、あすごい。じゃあ、ね、1か所目が兵庫で、はい、2か所目の予定が、うん、まあ、宮城、はい、仙台、宮城の仙台。なるほど、面白そうですよね、うん、あとはみんなのね、うん、出会いの場っていうのをこう、うんうん、増やしていきたいので、うんうんうん、結構私たちもあの出会いっていうのは、うん、なかなか簡単に叶うことではなく難しく悩みもあった時期もあったので、うん、そういうのが少しでも解消できるような、うん、あの活動ができるといいなと思いまして、うん、もうちょっとみんなが一緒に会えるような時期になったら、うん、あのオフラインでのイベントっていうのもどんどんやっていきたいなと思ってます、はい、うん、なるほど、まあ、そのためにもオンラインでね、うん、いろんな方とつながって、はいはい、うん、それがオフラインにつながればっていうような感じですよね、はいはい、安心して来ていただけるようにね、うん、ね、確かに、はい、うん、ね、これからもどんどんね、うん、ね、出会いの、まあね、皆さんのこう出会いのきっかけになる、はい、ね、メンバーさんの活動にもなればいいし、うん、はい、ね、メンバーさんそれぞれがさらにこう、ね、充実した時間が過ごせるような、ね、あのきっかけになるチャンネルになればいいんじゃないかなという感じがしますよね、うん、はい、はい、ありがとうございます。ということで、そうしたらですね、この辺で、告知を挟んでいこうかなと思います。あばゆさんが実際、新宿2丁目で経営されているお店が、2店舗、はい、それからメンバーの方が、はい、もう一人、はい、経営されているお店があるっていうことなので、はい、お店の紹介をしていただこうかなと思います、はい。1箇所目のお店の URL 出ますでしょうか。はい、あー嬉しいおむすびバー8おむすび、はい、で、うん、お皿の中におむすびがあって、はい、スプーンで食べるスタイルなんですけど、はい、でこういう感じのおむすびなんですけど、はい、それを出しています。美味しそう。あ、もうメインで出されるお食事がおむすび、はい、おむすびです、うん、はい、まあ、普通にあのレズビアンバーなんですか、うんうん、ミックスバーになるのかな、はい、はい、うん、なんですけど、ちょっと小腹が空くと思うので、うん、おむすびがありますよっていう、うんうん、形でやっているお店ですね、はい、はい、で1店舗目がこちらですね、はい、はい、じゃあ続いて2軒目のはっちゃけ、はい、はい、これは新宿2丁目横丁といって、はい、新宿にあの横丁ができたんです。ちょっと前にできましたよね、はいはい、あの中に5店舗あるんですけど、うん、その中の1店舗の、はい、はっちゃけというお店で、和食メインのお店です、はい、あ、そうなんですね。そうか、あ、じゃあお料理はまた違う感じの、はい、私は、しないんですけどしないんだ一緒に飲んでるあのパートナー の、 あの藤子さんがお料理上手なので、はい、はい、藤子さんが藤子さんが作ってらっしゃる。食べに来てください。こちらのお店はミックスですか、はい、ビアさん。そうです、あの横丁は、うん、あのなんていうんですか、そのボーダーラインなしなので。あ、そうなんですね。はい、うん、あ、そうなんだ。はい、その辺がね、よくわからなくなってたんです。そうなんですね。じゃあこれ2店舗目がはっちゃけさんでした。うん、はい、ね、皆さんぜひ新宿2丁目いらっしゃる時には、はい、ね、ご来店、まあ、オープンしてる時にはって話そうですね、ね、もうちょっとね、落ち着いてお店にね、気軽に行ける時期になればいいなって感じですよね、うん、はい、はい、そしたらあと1店舗、はい、別のメンバーの方が営業されているお店、はい、ラグーンさんですね。そうです、はい、ラグーンさんは私たち6人が、うん、出会いのきっかけとなったバーなんですね、うん、はい、あ、そうなんですね、はい、このバーにみんな飲みに行って出会って、うん、今の私たちのね、うん、仲良しグループが出来上がったので、うんうん、はい、メンバーのはい、つながったきっかけのお店っていうところですね。あき、はい、ちゃんが経営しているラグーンです。あ、はい、メンバーのあきさんが経営されているラグーンさんです、はい、ね、ちょうどあの YouTube のその、うん、何、ファンレターの宛先とかもラグーンさんになってたりしますもんね、はい、はい、ということで、ラグーンさんでしたっていうところで、あばゆさん2店舗、
あきちゃん1店舗っていう形でお店をされてるっていうところなので、はいはい、新宿2丁目にお越しいただける方はぜひぜひお店に遊びに行かれてみてください。ということで今日はですね、オバビアンチャンネルのアバリューさんとパクちゃんにゲストにお越しいただいてお話聞いていきました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、そしてこの番組、こちらのカラフルスタイルクロスの番組情報、はい、各種 SNS アカウントでも確認できますのでぜひフォローしてみてください。本日もご視聴くださってありがとうございました。それではあちらのカメラでまた来週。また来週。この番組はライフネット生命の提供でお送りしました。